はい、おもろい企画やろうぜ。アットワールで TP した参加勢が傷つきそうな一言をくんさんがボソッと言う選手権。おもろくない？どこもおもろいね。さあまあ、アットワールしてから呼んでからや。イカを。スキンちょっと滑ってるよ、それ。こういうのだな。スキン作ったのイカオさんじゃないです。まあ、それは関係ない、別に。次、腐肉。ノエルと腐肉で分けた意味、もうそろそろなくなってきてね。あれ、何の意味があんの？だって耐えられないかも。こういうテンションでやっていくんですけど、大丈夫ですかね、これ、この企画。この企画、割とガチな感じってことだけは分かった。ダメです。今やめたら、イカオと腐肉の気持ちはどうなるんだ、確かに。シラソル。自虐しすぎてて、なんか最近ちょっと絡みにくいから、あんま自虐せんしすぎないでほしいかも。わかる。やばい、このペースでやっていくのか。これ多分みんなだぞ、多分。狼。もうそろそろ参加して半年なんだから、恥ずかしいみたいなのもうちょっとそろそろいい加減もう良くない？わざとやってる？それ。もしかして。わざとそのかまととぶってたりする？それ。わざとならそれはそれでいいんだけど。やめよう、竹本これ。いや、今やめたら、ウォボオカミの気持ちはどうなるんだよ。ウォボオカミ続けてほしいよな、これ。これ、イカオとか、フニクとか、ウォボオカミで許せない。はい。あ、ごめん、またウォボオカミ言っちゃった。ごめん。ごめん、間違った。ごめん、ウォボオカミ。ごめん。わかった。もうない。チルの。なんか、甘えてね。こっちのいじりに。こっちのいじりに甘えて、ちょっとあぐらかいてね、最近。ここ半年ぐらい、なんかこっちのなんかこう、いじりになんかあぐらかいてちょっとサボりがちじゃない？次。オオカミ。うわまあ、俺に腹送ったのはいいんだけど、腹送ったんだったらもう出すべきだったよな、あの時多分。恥ずかしがらずに。別に腹だしな、別に。腹でも別に、ポンポンのおへそ見えてるわけじゃないから、まあ俺に送るんだったらもう出すべきだったって感じするよね。最初から送んなきゃよかったのに、なんか、って感じだったな。ガンチ、今出せ。それはそう。その腹あまりにもみんな引きずってる。半年経っても言われてるってすごいよ。次。コウタン。もうちょっと昴生止めれね。ちょっと昴生止めれなすぎてちょっとがっかりかも。もうちょっといい感じにコウタンが制御してくれるもんかと思ってたけど、なんか別にそこまで制御もできないみたいな感じでがっかりかも。がっかりってやばいよな、言い方。がっかりってなんか、ほんと失望したみたいな、した方がいいのか。いや、まあ、動画でなんとか取り上げられるレベルぐらいにはまあ、制御してくれないと困るよね。やっぱり。次行くか。これ結構地獄の企画だな。本人が黒歴史っぽいことしてるところも言いたいんだけど、黒歴史っぽいやついないんだよな、今のところまだ。黒歴史ありそうなやつ。ライム。正直急に僕って言い出すのちょっと痛いで。今更言うのちょい痛いで。うちの方がまだマシ。辛いです。いやね、うちの方がまだマシだった。あと、そのなんかこう、外見ブランディングで、僕って言われると、こっちもどうしたらいいかわからん。どっちとして対応すればいいかわからんくなるから、うちの方が助かる。はい、涙出てきました。次。このたまにはさ、俺と初めて会った時みたいにさ、泣いてくんね、イタリアンレストランでってクンさんとご飯が食べれて嬉しいです涙みたいな感じなの。あれどこ行った、あの人どこ行ったの、あれあれどこ行った、あの人。あのアーケンさんもそれでな、あーもうついでに呼ぶわ、ついでにこの女も呼ぶわ。なんかツイコールでかけてくるためにクンさん本当大好きですって言ってたの。あれあの女どこ、あの女どこ行った、お前ら並べ、お前ら二人とも並べ、あの女どこ行った、あの俺の向かいで泣いてた女とツイコールでクンさん大好きですって言ってた女どこ行った、いない、消え去った。あの女どういったんだろうな。新兵とベテランみたいなサブイラストかける。あー新兵の時はもうあの戦場で泣きわめいてたけど、あのベテラン兵になって変わったみたいな。それ今更あれで痒くならないの、多分爆笑するね。クソおもろいで、アンケンさんがクーさん大好きですとかって言ってきたら大爆笑じゃないかな、いきなりやってきたら。あのコノさんがニート部のあの撮影の後飯の時に急に泣き出したら、多分俺謝罪すると思う。その場ですいません、なんか俺やりましたかみたいな感じになるだろうな、多分。今度やります、いきなり号泣みたいな。次、サンドウィッチ。甘えすぎじゃね、周りに。あとなんかあんまチャット遅いブランディングもう消えたくない、あとあれいつ終わった、あのチャット遅いブランディング。あれどうすんの、あのチャット遅ブランディング。あれなんかあれは沼だったってのわかるんだけど、チャット遅ブランディングみたいなのなくなったくない、なんか慣れてきて早くなってきた。次、ふん転がし。あの、タコワサの頃は何やったんお前。あれ何、あの、タコワサの頃の何もできてない。あ、気持ち、クンさん最高。なんだこいつ。
無敵やん。話聞かねえ。何の話も聞かねえこいつ。これラムーチョだっけ。確かラムーチョだった。ラムーチョがタコワサになってフン転がしになったはず。いやラムーチョじゃないだろお前マジで。ラムーチョってフンさん的な名前な気もする。カラムーチョみたい。なんか本当にそういうのからつけてそうだな。牧場物語のキャラをもぎった、もじったな、もぎるな。次ベノム。お前いい位置ついたな。なんかお前いいところ収まったな。なんかスル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 ーといいとこ収まったな。なんかマジで人狼やっててよかったってのもそうだけど、50人クラフトやってていいとこ収まってよかったな。なんかふにゃふにゃふにゃっと最初名前が痛いみたいに言ってたんだっけ。どうなんだっけ。単純に俺がなんか人狼で覚えてるみたいな。普通に名前はダサいよ。まあ確かに普通に考えてあのドクターって自分でつけないからな。つけますよ。いやつけないつけない。えだってさおかしくない？兄弟紅茶みたいな感じでしょ。兄弟紅茶つけなくねえか。ドクター長月になるってこと？じゃああのゆくゆくは長月も。なるほどね。ドクターになるまでかかった楽器と時間はもう取り込ませないからつけとくしかない。次暇人。お前には言うことたくさんあるぞ、おい。お前には言うこと腐るほどあるけどな。お前最近なんかこう、なんかちょっと覚えてきたよな。なんか回避方法。なんか最近慣れて、なんか怒られ慣れてきたよな、もうだんだん。なんかだんだんなんか怒られてもなんとかなるやろっていう風に思えてきてないか。どうせくんさん動画化するし、まあネタっぽくしてくれるからええやろっていう風に最終的にそうなるやろってなんか思ってる節ないか。それは2年前からや。はぁ？ウマヅラハギ。いやいや、ウマヅラさんは別に何もないでしょ、さすがに。ウマヅラさんは、さすがに叩けるところとかは、ちょっとそういうのはないですよね。普通に、ニート部でも素晴らしいし、女性の人気も素晴らしいし、ウマ娘っていう名前の女性ファンもたくさんいらっしゃるから、ウマヅラさんは別に叩けるところなんてないでしょ。みんな言って、いつもの。今日もウマヅラハギさん撮影ありがとうございましたって、ちゃんと言ってね、みんな。今日もありがとうございました。いやー、ウマヅラさんすいません。あと、ちょっとここなんですけど、TP してきた人が掘り出されるんで、ここちょっとどいていただくこととかってできますか。いやごめんなさい、ほんとどかしちゃって。いやーすいません、ウマヅラファンの方々ほんと申し訳ないです。ちょっとどかせるようなことしてしまって。クリボー、もうちょっと次の一手ないか。そろそろ次の一手欲しいよな。で、ふと思ったけどさ、そのさ、手の黒いのどうなってんのそれ。それなんか、和彫りみたいになってんのその黒いの。なんか手食い込んでるけど、胸に、この手が。アシス。は？え？は？あ、わかりにくない賞味。次、紅茶。紅茶さ、お前さ、なんかさ、ブルズアイネタでさ、いじられるときにさ、もうやめろって、みたいな感じになってるけどさ、全然お前やめろってって言っていい立場じゃないからね。あの、俺が最初に電話で説教したとき、はい、はい、ほんますいません、はい。って言ってたくせに、なんかみんなから言われたときに、いやもうほんまやめろって、もうほんまに、もうほんまに、みたいな感じになってるけど、俺と電話で説教して、おい、紅茶？お前本当のこと言えよ。お前絶対本当のこと言わないと、お前、ここで本当のこと言わないと、お前許さないぞって言ったら、はい、はい、本当です。って言って、1時間後ぐらいにもう一回電話したときに、実は、違うくて、いや、実は、本当って全部本当って言ったんですけど、ま、違うくて、嘘だっただろう。俺に対して、いや、嘘はないです。絶対違います。言い切ったけど、その1時間後ぐらいに、まあ、違うくて、ほんまはちゃうくて、たまに言いすぎると拗ねる時ある。拗ねる？次、夏。お前は大丈夫か？この界隈なんかずっとダラダラいるけど。お前大丈夫か？なんかこう、みんな、なんかフェイクボックスとかさ、同期はみんな社会人に向けて歩き始めたりしてるけど、お前ちゃんと歩いてんのか？大丈夫か？あの頃の仲間たちってみんな歩いてね？それぞれの道を。来なくなったりしちゃった子とかさ、みんななんか辞めちゃった子とかとかもいるけどさ、みんなそれぞれの道をそれぞれらしく歩んでるけど、夏お前大丈夫か？くんさん、それは禁忌だって踏み込みすぎだ。なんかお前だけずっとあの時のままじゃないか。15歳、16歳ぐらいの夏くんのままじゃないか。なんかずっと周り見回したら誰もいなくなってる。そうだよな夏、なんかあの時いた周りのみんな誰もいなくなってるよな。もうなんかみんなそれぞれの道を歩んでるか、ノルノルさんみたいにもう茹で上がってゆで卵みたいになってる状態の人しかいないよな。もうこれ以上変わりませんみたいな。 NEXT ひっくん、どうするつもりなんで、うんこネタもダメだった。89さんもそのスキンに合わせて、タコワさん乗っ取りネタもなんかあんまりパッとしない。イくん、どうするん？こっから、こっからどうするつもりなん？
いくんってそうだよね、自分から行動しないよね。あの時みたいに自分から行動したら、エーペックスの俺がイベントで俺が楽屋にいる時に、すいません一緒に写真撮りたいんで出てきてもらえませんかって言って、俺がわざわざ出て行って、いっくんと写真を撮るためだけにみんなの人混みをかき分けていって、いっくんが具体的な集合場所を言わないせいで、俺が一人でくんさんじゃねって言われながらうろうろしながらお前を探して、うろうろしてる間に他の人が写真撮ってくれませんかって言って、収集がつかなくなりつつなって、お前があのヘラヘラしながら、お前が後から登場した時みたいに自分から動けばどうだ、あの時みたいに。あー、ローカル参加しろ、確かに、あとローカル参加しろや。田辺、もうお前終わりだよ、お前に言えることはね、もう終わりだから、もうお前もう別に終わった存在に何も話すことはない。20話後、お前陽キャやん、その外見は陽キャやん、ねえその外見は陽キャの外見やん、もうわかるねん、外見で強者女性の外見しとるんよ、もう完全にあの全てを虐げて全てを踏み潰しても許される雰囲気なんよな。それであのパワーでこの界隈にやってくる地ならしやで、もうスマーフやで、スマーフスマーフ、なんか自分陰キャですって雰囲気してるけど全然陰キャやないからな。いいよな、俺さ次の人生20話後やりたいんだよね。俺将来の夢20話後なんだけど、ダメかな。20話後の外見で、20話後のこの社会なんか頭脳で、20話後の社会的立場やってみて、絶対おもろいよな。もう無双ゲーだよね、完全に超楽しそう。それ女の子みんな思ってるよ、楽しいだろうな20話後になんの。次はナッシー。まず犯罪だけはすんなよ、ほんまに犯罪だけはするなよ。あの最悪あのコノさんに電波長文送ってもいいから、最悪それしてもいいから、そこはもうしょうがない、そこは許す、許可出すから、電波長文で済むんだったらまあそれでいいから出すんだよ。まあたまに辛辣な返事が返ってくるかもしれねえけど、まあ、そこはもうしょうがない、メール6件で逮捕の世界ですよ。まあそう送りすぎたりな、電話とかしたりしたらまずいけど、3日に1回ぐらいだったら電波長文送っていいから、わかりました。ただ多分どうすぎたらぶち切れられるから、コノさんがぶち切れたら俺収集つけられないから、俺知らないからね、どうなっても。次、下沢そろそろ精神は強くなりましたか、下沢さん。でもそろそろ大丈夫かな、その丸何、そろそろ強くなりましたかね、下沢さん。なんかいろいろね、なんか下沢ってなんか心の底からなんかこうコンプレックスすごい感じるんだよね、ルックバック的なコンプレックスすげえ感じるんだけど、どう思う。はい、下沢ルックバック読んだことある、あれちょっとおすすめよ、下沢。多分うわーってなりそうな気がするんだ、あれゲロあれ俺そうだよね、多分ルックバックってあれ下沢の話だよね、あれだいぶ。次、 MS 大丈夫か、いろいろと大丈夫そうか、 MS 大学どうなったの、 MS お MS 大丈夫か、 MS あダメだ、息してないこいつ、大学以外のことってことか、そうだよ大学以外のことも大丈夫か、それはすみません次行こうか、ヘルスか。いや言いたいことあるんだけど言えないんだよな、それは分かってる。いやね、一個言おうとしてることがあるんだけどね、言えないんだよね、それに関しては。気をつけろよお前、マジでマジ気をつけろよ、なんか一心通達できてる、一心伝心な、のじゃじゃお前定期的に病むよな、一回な冷静になってみろ、のじゃじゃお前なんか定期的にちょっとおかしくなるよな、安心しとるしろ、のじゃじゃ参加型はなくなったりしない、参加型はずっとあるから、のじゃじゃを追い出したりしないから、なんか定期的におかしくなるよなお前、なんかそうじゃないか、なんか周期ないか、2年か3年に1回おかしくなってないか、なんか定期的に外とか何必死に絞り出した一つの単語が外、そうだな、外行くの辛いか、外行くの大変だよな、そうだな、年齢より喋らへん、そうだな、のじゃじゃ、まあもういい、のじゃじゃ、休んでもいいぞ、のじゃじゃ、まあ話せるか、休むか、のじゃじゃ、もう、大丈夫か、のじゃじゃ、降りた。ということで、参加勢を傷つける、参加勢の嫌な気持ちを掘り起こす選手権でした。ということで、ディーディー君は一人称ディーディーを使うことを忘れないようにしてください。最近忘れがちじゃないですか？ディーディー君消えても意味ないですよ。皆さん、ちゃんと警告してくださいね。ディーディー君がディーディーって使ってなかったら、なんかのらりくらりして逃げ回ってるような気がするんで、かっちゃんとライムはマイクラ中にバロしても別にバロ上手くならないから心配しないでいいよ。はい、ということで、こんなもんにしますか。ディーディー、今のモザイクかけとくか。かけてくれということで、バイバイ、ジジイ。